阿蘇市浪野の中江地区に古くから伝わる中江岩戸神楽を継承している中江岩戸神楽保存会が、平成28年度第36回伝統文化ポーラ賞の地域賞を受賞しました。この賞は公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団が、伝統芸能や伝統工芸技術などの分野で今後の活躍が期待できる個人・団体に対し贈るもので、9月30日に行われた阿蘇市浪野の小木神社の秋季大祭では、財団の関係者が10月26日に東京で行われる授賞式を前に撮影などに訪れました。今回の受賞では、地元小木神社の祭りで奉納されてきたおよそ240年の伝統に加え、神社の隣に建てられた神楽殿での定期公演や様々なイベントへの出演、また浪野小学校・中学校での神楽の指導など、神楽を中心とした地域おこしに貢献していることが評価されました。今回の受賞おめでとうございます。ありがとうございます。私どもにこう表彰してもらおうと思ってやったことでもないけども、地域の皆さんの評価をいただいて、素晴らしい賞をいただいて本当に嬉しいございます。私どもどうしても体力の続く限り、後世に残す指導者を作らねえかなということで、一生懸命、ただただ夢中になっておるところでございまして、本当に嬉しいございます。はい、中江岩戸神楽は国の選択無形民族文化財にも指定されており、保存会では神楽殿で4月から11月の第1日曜日に定期公演を行っていて、今年は定期公演を始めて25周年を迎えます。11月6日日曜日に行われる今年最後の定期公演では、その25周年を記念する公演が予定されていて、今後ますますの活躍が期待されています。はい、私ども中江岩戸神楽殿では、今年でもう25周年の節目の年を迎えるわけでございまして、11月の6日この中江神楽殿午後1時から、もう少し早くなるかもしれませんけども、時間はですね、なるかもしれんけど、やるつもりで今一生懸命模索をして、頑張っておるところでございます。どうかお誘い合わせ、来てで、中江のこの神楽殿に来ていただきますようご案内を申し上げます。